はい、皆さんこんにちは。ジジイのポチッとのコーナーです。はいはい、はい、別にね、いらんねんけどね、いらんねんけども、あ、便利やなとか、あ、おしゃれやななんてね、思ったらね、ついついね、ついつい手が出てしまう、そんな商品がね、はい、これですわ。マタドールのベータデザーギアストラップ。なんやねんこれ。なんやねんこれ。めちゃくちゃ言いにくい名前な。こんな名前な、店に行って、ベータデザーって、指やん。ストラップにしとけよっていう感じなんやけども、はいはい。それがね、2本セットになったやつですわ。店行ってね、多分なんやかんや言うたら、あのストラップですねって、絶対ね、絶対店員さんもそんな言う思うわ。はいはい、きっちりした名前でね呼んでるんやろうか。はい、そんなんでね、これね、今回使ってみて分かったんやけども、この締め付けとほどくのが、ワンタッチでめちゃくちゃ簡単なんと、それとあれ両方でね、締めてきていくんで、これが一箇所しか締めるとこがなかったら、ぐーっと締めていったら、端の方にね、寄っていくし、あれ、どっち側に締めてきたとこあるんかなとか、ほどくとき、ね、ちょっと探さなあかんねんけども、両方から締めてるいうことはいつも同じね、上でセットしたら、上にあるいうのが分かってるしね。それとね、長さがだいたい2メーターちょっとあったっけ、それぐらいあるんでね、ザックとかでね、いろんなものをちょっとブラブラしたら嫌やな思った時ね、いっぺんにグググググって締め付けたら、はいはい、何一つ揺れることもないしね、あれとか、要は雨降りなんかでね、いろんなものを下に入れとって、ザックカバーなんかした時でも、一番最後にね、ずっとこれで締めとけといたら、はいはい、カバーとかもね、外れることもないしね。はい、次はこれ、リタイズ。なんかさっきと違ってやたらと短いな。はいはいはい、リタイズなんですけども、まあね、実際まあこれもなあ、いるかなと思うんやけども、まあ紐で結ぶよりも、まあ、カッコもいいし、それとおもちゃのカラビナみたいなやつ、ね、小さいやつ、あれをね、使っていろいろ今まででも使ってたんですけども、つけるとこによってそのカラビナが通らなかったりすることって、多々あったんでね、どうしたらいいんやろかいうので、いろいろね、自分なりに他の方法でもしてたんですけども、はい、今使ってるようなね、このザックにやったら、ここがね、これね、幅が広いんで、この小さいカラビナやったらね、つけられないんで、やっぱね、こういう感じのものがあったら、抗菌タオルとかね、そういった小さなものを、ぶら下げるとき、小さいものをね、このザックの中に入れといたら、実際そこにね、沈んでしまうし、そうなったらね、もう探すのも大変やし、それやったらいつもこういうね、こういう感じで釣ってるんですけども、で使うときは内側にね、入れといたら落ちることもないし、実際使ったのがね、はい、こんな感じですわ。これはね、買い物袋と、のちっちゃいやつと、で、抗菌タオル。汗拭くときね、いつも分かるようにね、はい、こうやってね、嫁、ちょっとね、ハイキング行ったときに、撮影したんですけども、一生懸命撮影してるのに、ちょ、ちょっと今撮影してんねや。はいはい、分かった分かった。雲海撮ってるんやろってね、一生懸命ね、下にしゃがんでんねんけども、実際はね、はい、そうじゃなくて、嫁のザック撮ってたんですけどもね、一生懸命しゃがんでますわ。まあね、使い道はいっぱいあって、こんなウォーキングポールでも、初めからついてらっててね、結構ね、ここが狭いでね、入れるのも大変やし、外すのも大変やしね、その時でもね、下に輪っかとか、輪っかいうんかな、つくとこのね、つくとこの丸いやつ、あれなんかあったらね、なかなかね、うまいこと外れないいうことあるんでね、それやったらね、はいはい、こういったね、くるっと巻きつけるタイプの方が、はいはい、便利かなってね。
なんかここに丸いのがあったらね、余計に外しにくいしね。そんなん考えたらね、こういう感じで、巻きつけるタイプ、離れてるやつね、はいはい、これやったらね結構楽やね、イライラすることもないし、はいはい、疲れてるわイライラするわ言ったらねどうしようもないしね。はい、今回はねこんな感じの商品を2点紹介させていただきました。ストラップの方は2本入りで、リタイズの方は、4本入り。めっちゃ興味があるなってね思われた方はね、説明欄の方にリンク貼ってますんでね、そちらの方から飛んでいってください。